当にこんなことをしてもいいんだろうか。私たちだけ残して荷物を運ばせるのかしら。この辺りにしまってあったはずなんだが。私たちだけ残して荷物を運ばせるのか。こんなことをしてもいいんだろうか。こんなものが倒れてくるなんて。
トモヤ。ごめんなさい、私先に行くね。では現在も被害状況を確認している状態で、復旧の見通しが立っていないとのことです。ダメです、橋は落ちています。そうか、船でないと出られなくなったわけだ。フェリーの船長は何と言っている？もう定員いっぱいでこれ以上は無理だと言っています。ライフボードは全部出しておくから、それを使ってくれとのことです。ここにはあと何人残っている？乗客が20名、私たちを入れたら24名です。わかった、ライフボートを使わせてもらおう。所長、フェリーの船長が波が荒いので船を港から離したいそうです。出航するそうです。仕方あるまい、すぐにライフボートを確保してくれ。はい。フェリーに乗れなかった乗客に丁寧に説明してくれ。みんなが混乱しなければ脱出できる。わかりました。あなたは？ライフボートに乗せてもらいます。そうしてください。今のところ津波の心配はないと聞いていますが、自然災害のことだから何があるか分かりません。大きな橋が落ちたということだから、ここも。あそこにライフボートが出ているはずです。早く。の避難を希望する方の移送をしています。浜湯ふ頭までの道が果たり、ごめんなさい、急に走り出して。ここで彼と待ち合わせをしていたんだけど。雨だ。結婚しようって言ってくれて、まずは新婚旅行だって。このフェリー乗り場で待ち合わせして、ここから大きな港に行き、そこから海外へ行くことになってたんだ。
約束の時間を過ぎてもここに来れていないということは、友也の身に。川崎市で発生した地震に関する情報。私はそんな彼女の様子を見て、
彼氏はきっとどこかで生きているはずだわ。機種につけましょうよ。の中まだ人が残ってるみたい。浸水で。そうみたい。一体南の方は水没しているみたいだし、北に進みましょう。逃げ遅れた人がいないか探していたの。はあ、そうでしたか。ユーマ、大丈夫？熱下がらないわね。もしよろしければこの子が404号室お願いします。404号室にいる友達から子供用の風邪薬をもらってきてくれませんか？あなたのためなら。404号室の場所は地図に付箋を貼りました。申し訳ありませんがお願いします。
友也、無事かな。彼のことは忘れて、私と結婚しようよ。何言ってるのよ。私には心に決めた男性がいるのです。友也さんか。ねえ、友也さんのどんなとこ。え、うん、やっぱり月並みだけど優しいところかな。この前の私の誕生日にいろんな料理を、でも仕事で忙しいのにすごく練習してくれたみたい。もう何言ったのよ。あなたにはいろいろ助けてもらって感謝してるのよ。明日もよろしくね。おやすみ。声はどこ。こっちだ。早く来てくれ。何かあったみたい。行ってみましょう。よかった。気づいてもらえないかと思った。あんたらそのお坊、港も水没。お嬢ちゃんたちはこのままボートで北に向かう。この団地は携帯電話で北にある。ボートに乗ってるあんたらにしか頼めない。この通り。しょうがないわね。すまん、頼む。じゃあ駅の場所は地図に付箋を貼っておいた。頼んだぞ。
なんだ。取りに行くには水に潜るしかなさそうね。先に進むには行くしかないわ。Thank you.
Thank you.
引っ張るぞ。せーの。ロープを縛るぞ。よし、これでいいだろう。